どうもこんにちは、ユーレプタイルズです。今日はですね、クレステッド月光に餌を買ってきたので、これを与えていきたいなと思います。クレスゾル知ってますか？クレステッド月光のですね、まあペースト状の餌となってます。レオパゲルみたいな感じですね。クレス用の餌です。これアマゾンで1200円でした。結構高いっすよね。 50g しか入ってないのに。まあそんな感じでちょっと試しに買ってみました。で、なんでこれ買ったかと言いますと、今までクレスは基本的に僕餌はですね、このゼリータイプのもの、まあ果実の入ったゼリーと、あと昆虫、デビアとかミルワームとか与えてたんですけど、1ヶ月ぐらい前からですね、いやもっと前かな、クレスがちょっと調子崩してるんですよ。昆虫をまず食べなくなりました。あと、まあゼリーはまあなんとか食べてはくれるんですけど、まあ昆虫を一切食べなくなりまして、でそこからだん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 どんどん体調悪くなってるって感じなので、おそらく昆虫の栄養価が足りていない、タンパク質が足りていない状態になっていると思うので、まあそろそろね、このバランスのいいクレス専用のフードを与えていきたいと思います。でクレスなんですけど、栄養価偏りがちな、生態らしいです。なので、まあ、やっぱりこういうクレス専用のバランスフードを与えた方がいいということなので、まあ、これを食べてくれるのであれば、まあ、今後ずっとこのクレスゾルとか、あと何でしたっけ、粉末でペーストにするやつとかあると思うんですけど、まあ、それをね、与えていこうかなって考えています。はい。まあ、そんな感じで、今日はクレスにこの餌をあげていきたいと思います。では、開けます。中はね、こんな感じっすね。まあ普通にもう、レオパゲルっすよね。完全に。はい。じゃあ、スプーンにちょっと入れて与えていきます。このスプーンね。食べてく、うわ、出すぎた。出すぎたわ。しまった。めっちゃ出すぎました。これどうしたらいいんだろう。ちょっと出すぎたな。あとでキャップとかに入れとこうか。はい、こんな感じで出します。なんかね、匂いはなんだろうな、ちょっと香ばしい、ちょっと昆虫のペーストの匂いの方が強いな、フルーツよりも。で、まあちょっと見た目は汚いよね。まあちょっと揚げていこう。ちょっと食ってくれましたね。大丈夫か。口にめちゃくちゃついちゃって。ほんとね、調子悪いんですよね、今。大丈夫かな。下に落ちた、舐めてますね。ちょっとですね、まあこんな感じで、まあ舐めてはくれたんですが、ちょっと元気ないですよね。まあ口にちょっとついちゃってるんですけど、口ってか鼻に。鼻のやつも取ろうとしないですし、
ちょっととりあえず、まあ、この餌ちょっと上げていって、まあ、彼が、まあ、元気になるまで、まあこれでちょっと様子見て、まあ、うまく様子見て、まあそれでもダメだったら、まあちょっと病院とか行く必要が出てくると思います。はい、そんな感じでちょっと今日は元気のないクレスに、クレスゾルをちょっと与えてみるという動画でした。もしよろしければ、爬虫類の動画とかアップしてますんで、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では。